僕は坊さんは白川光成による随筆作品、あるいはこれを原作とする映画作品。2001年12月から2008年7月まで、ほぼ日刊糸井新聞に231回にわたり連載された連載随筆、坊さん57番札書24歳、住職7.8期の日々を単行本化した書籍。 2010年1月29日に、三島社から単行本が発刊された。なお現在のタイトルは、単行本書籍化の折に改められたものである。後、その続編にあたる、坊さん、父になる。が2015年9月11日に、さらにシリーズ第3作となる、坊さん、ぼーっとする。が2020年2月20日に、同社から刊行された。2015年に、 伊藤厚主演で映画化。監督は、真壁幸則。2001年に24歳で、四国88箇所の札所、栄福寺の住職になった白川が、自らが寺の子として漠然と将来を考えながらも、思春期における反抗期を伴いながら、深度に悩み、結果として、高野山大学の文学部密教学科に進むことを、決意して入学し、 独特の学生時代を過ごすとともに、同大学の卒業後に、ボンプの生活を知るために、書店員として、働くも、祖父の宣言によって慌ただしく準備不足のままで寺を、次、その運営や地域、同業者たち周辺業種らの人々との間で、宿泊しながらも何とかやっていく様を、自身の個人的視点や考え方をも交えて、ユーモラスに描いた作品。著者の職業らしく、 ところどころに、仏典や工房大師の言葉よりの引用を挟み、自らの日常における様々な出来事と考え方を描いている。2015年10月24日に公開された。監督は、真壁幸則、主演は、伊藤敦史。内容は、ある程度は原作に沿っているものの、物語としてのドラマ性を重視する上で、それなりの虚構、脚色が加わっている。 第49回ヒューストン国際映画祭のプラチナアワードとシカゴアジアンポップアップシネマのオーディエンスチョイスアワードを受賞している。家が寺院であるがゆえに家を継ぐため、とある山の中にある仏教系大学に入学した白方進む。大学の学問はそのままそうになるための修行の日々。それでも学びの日々を共にする友人と出会い、一般とはかけ離れながらも、 自分なりの青春を模索し迷いながらも進んでいく。だが、大学を出た進むは家を継ぐことに迷い、帰郷後、家に居候しながら、寺を継ぐことも、それを拒否することも決められず、書店員のアルバイトとして、日常を過ごしていた。そんな進むに、母親や段家の人たちは、不安を隠せないが、現在、寺を切り盛りしている住職の祖父だけは、 そんな迷いの中にある進むをかばい優しく見守っていた。だが、そんな進むの状況は一変する。すでに高齢であった祖父が、段下での法要の最中に倒れ、病院に担ぎ込まれたのだ。病院のベッドの中で気丈に振る舞う祖父の姿を見て、進むは近所の理髪店に行き、その足で役所に赴いた。役所で、氏名変更の申し出を行うためだった。だが、 氏名変更の申し出は一部の例外を除き認められない。にべもない係員の目の前で進むは床屋から覆っていた帽子を取った。そこには見事な低発頭となった進むの姿があった。そして進むは今日からお坊さんになるんですと目を丸くした係員に申し出る。それは氏名変更が認められる一部の例外の紛れもない一つであった。 役所での申請の後、僧侶、公園となった進むは、病室の祖父のもとへと赴く。祖父は、孫の姿に一瞬は驚くも、その頭を撫でて、公園の名を聞き、涙を流す。公園の僧名は進むが、大学に行くときに、他ならぬ祖父が与えたものであった。やがて祖父は宣言し、実家の寺の実務が公園の創建にのしかかる。だが、年も若くたよりなく、 先だってまで書店員のアルバイターでしかなかった公園を檀家たちは特に檀家壮大を務める長老閣の人々はなかなか認めてはくれない。一方で大学時代の友人もある者は壮の道を挫折しある者は行方知れずとなり世の中の厳しさや聖地辛さを前に光園は自らの無力を噛みしめて苦い思いをする日々が続く。 それでも日常は何もないように続き、すべては待ってはくれない。ある時は公園の姿を見かねて、近所の寺の住職たちで作る野球チームに誘うなど、手を差し伸べてくれる人もいる。そうやって公園は寺の住職として少しずつではあるものの前へ前へと進んでいけるようになっていく。ありがとうございます。